3分でわかる、なんかいろいろ思うところがある。第18装甲師団解説ハッチもあるよ。第18装甲師団は1940年10月26日に第4と第14歩兵師団から編成された。この時期に編成された装甲師団にしては珍しく、装甲連隊を2個有していた。それもそのはず、師団の編成目的は英本土侵攻、装備戦車も潜水戦車でドーバー海峡を装甲で突破する予定。なお駆動系にトラブルが発生すると乗員は漏れなく溺れ死ぬ模様。そんな走る艦桶を装備した師団であったが、英本土侵攻が無理だと判明すると即座に装甲連隊を引き抜かれ、連隊を半分腰2個、連隊4個大隊から1個、連隊3個大隊となる。さてそんな師団の初任務はソ連兵のあたりや、潜水戦車で溶かしたりして交戦したが、開戦1ヶ月後には兵員の2分の1を消耗。200両ほどあった戦車もわずか12両となる。さすがに保有戦車数でなく稼働戦車数だと信じたいが、補給を受けるも、モスクワ攻略も佳境の11月、戦車数は14両、兵員の大半が劣悪な環境と疫病で使い物にならなくなり、健康なものはわずかに2000人。ソ連軍の反攻が始まると師団は撤退、その際に焦土作戦を実施し周囲を更地にする。42年1月、師団はここで成功を収める、包囲された第216歩兵師団の救出に成功したほか、ソ連軍の攻勢に耐え切る。だが師団の損害は補填されず、多くの下士官や士官を失ったため指揮系統に滞りが生じる、また疫病にも引き続き苦しめられ、中隊規模で前線から撤退し治療に専念しなければならなかった。この状況下で7月にソ連軍が再度攻勢に出る。攻勢開始3日間で師団は1500人を喪失、その後も敗北続きであり、43年3月時点での師団の総兵力はわずか3000人弱、度重なる敗北と劣悪な環境により開戦時から兵員の士気は低いままであり、脱走等規律違反が多く、しばしば極刑判決が下されることもあった。一方で民間人や捕虜の扱いもまた苛烈で、開戦当初より捕虜の処刑、住民の強制移動やパルチザン被疑者の処刑、さらに住民からの過度の挑発なども実施しており、自主的に強盗に走る者もいた。43年春はこのような治安戦に従事し、クルスクの戦い直前に補充を受け回復したが、それもすぐに消耗。残存部隊で防御に従事するも、そのほとんどがすりつぶされ、士気の低さや脱走が頻発したことから9月に師団は解散される。残存人員はドイツ軍唯一のとある師団の創設に使われた。終わり、平定。戦争日誌を読めばもう少しまともな経歴が出てくるかもしれないし、出てこないかもしれない。